はい、皆さんこんにちは、エビサです。今回はチャンネル登録者数が2000人になりました。その記念の動画を撮りたいと思います。このチャンネルでは主に企業で働く上質の方とか、そういう IT プロの方がメインのターゲットなんですね。まあ他の方たちもぜひ見てほしいんですけど、まあでもメイン結構 IT プロの方なので、とてもニッチなんですよね。なので全然チャンネル登録者数もっと少ない数で止まると思ってたんですが、今月平均100人ぐらいのペースで登録いただいてまして、結構継続それができてるので、ちょっと自分でも、あ、こんなに人いるんだなと思ってですね、ちょっと驚いてますが、はい。まあぜひちょっとこのペースでまだいければなと思ってますので、まだチャンネル登録されてない方で見てくださってる方いらっしゃったらですね、ぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。で、1000人の時には、コンピューターの遍歴ということで、私がどんな風にコンピューターと触れ合ってきたのかみたいな話をですね、結構昔話を、小学校ぐらいの時の話からずっとしておりますので、そちらの動画の方もよかったらちょっと見ていただけると嬉しいんですが、今回はそんな感じで、まあ、1000人の区切りなので、ちょっと長々と、私の話をですねしてみようかなと思ってます。で、今回は私 IT 業界でまあそれなりに何ですかね、20年強ですね、曲がりなりにもやってこれてますので、まあ、自分が IT 業界でどういうふうにどういうキャリア形成をしてきたのか、どういう作戦でやってきたのかとか、渡り歩いてきたのかとかですね、あるいはこういうことやっといてよかったとか、まあ、こういうことやんなかった方がよかったなとかですね、そういう話を、したいなというふうに思います。まあ、願わくばどなたかの、何でしょうね、参考になるような話が、あるいは教訓となるような話が、できるといいなというふうに思ってます。で、かなり長くなる予定です。はい。ので、まあ、ちょっとね、1.75 倍とか、そのぐらいで、ダラダラダラって流していただけるといいのかなとは思ってます。はい。で、まずはじめに、方針みたいなもんですね。私が、まあ、過去を振り返りつつ、あと自分で意識していることも含めて、どんな方針でやってきたのかというと、まず、なるべく早くから、たくさんいろいろ経験するようにしようというふうにしてました。そして、点では勝負にならないですね。私能力が低くて、なので総合力で勝負しようということですね。そういう風にしてます。で、それもに加えて、あえてちょっとマイナーなところで勝負するような感じを意識してます。で、さらに、趣味と仕事が一緒の状態を作る、そして継続する、まあ、こういうですねところをポイントにして取り組んでます。ちょっと今言ったようなことをですね、ちょっとまあ、あれこれの要素がいっぱい混ざりますけど、お話でしていきたいと思います。で、まずコンピューター系 IT 業界に入ってからの話っていうよりは、私大学の時に受けた経験したこと、学んだこと、そこで選んだ方針みたいなものが結構自分としては良かったなというふうに思ってまして、その話を、したいと思います。まずで、まず私は筑波大学の情報学類というところに行ったんですけれども、まずそこできちんとコンピューターサイエンスを学んだということが非常に良かったですね。それを学ぶのと学ばないとではもう全然次元が違うと言いますか、基礎のベースの部分が全然違うなというふうに思います。早くからコンピューターの業界で働こうというふうなことはもう中学校ぐらいには決めてたので、なので、まあ、大学もそういう学部を選びやすかったですし、まあ、他の選択肢考えてなかったですしね、はい、なのでそれは非常に良かったです。そしてもっと良かったなと思うのは、筑波大学の情報学部に行って周りに優秀な人がいっぱいいて、自分が大したことないというか、もうしょぼい、もう凡人であるということですね。それを理解したということが非常に大きかったですね。まあちょっと残念ですけど、でも世の中にはこんなすごい人がいるんだみたいな人たちが周りにゴロゴロいるような環境だったので、その中で自分が何か例えばソフトウェアを書く能力とかですね、なんかそこを極めてそこで何とかしていこうみたいな世界線というのはもうないなっていうことはもう明らかに感じたんですね。で、なので、そういうふうな一本で勝負する。ここのポイントで勝負するんだ、みたいな。ここだけを極めるぞ、みたいなものはもう、大学の時に入ってすぐ、もう、諦めたというか、あ、そうじゃないんだ、と。全然それは自分だ、それでやっていけないな、っていうふうに思って、
それをずっと今までも続けてきてる感じですね。なのでそれが総合力っていうふうに、まあ、なっていくわけですけどね。で同時に筑波大学のその情報学類とかでやっぱりコミュニケーション取れない人もたくさんいましたというのがありまして、まあ、特にね、コンピューターを学ぶようなとこなのでコンピューター大好きでちょっと人間と話するのは苦手ですっていう感じの人もかなりいっぱいいてですね、もう本当びっくりしたんですけど初めは。はい。なのでコンピューターだけじゃないようにしなきゃいけないなとも思いましたし、逆にコンピューターのこととかプログラムとかではああいう人たちには絶対勝てないなって思う人でも、でもじゃあうまく喋るみたいな要素とか人とうまく仲良くやるとかですね、うん、そういうことで勝負したら多分勝てるな。だから総合力で人間付き合い人付き合いとかあと他のいろんなこともですね、あとスポーツみたいなこともそうでしょうし、まあ私趣味で音楽とかもやりますけど、まああれこれバランスよく、うん、やりながらやるのがいいだろうなっていうふうに、それは大学の時の経験がすごく大きいですね。で私自身は小さい時から水泳やったりサッカーやったり、まあ、ソフトボールやったりマラソンやったり、高校中、中3から高校は少林寺拳法やって、まあ、全国大会とかも出たりしたんですけど、あとバスケットボールか中学は、まあ、やったらそれなりにできるんですね。器用貧乏なのでやったらそれなりにできるし、まあ、ちょっとマイナーな少林寺拳法とかだったら全国大会にも出れます、国体とか出たんですけど、そういう感じでもあって、まあ、ちょっとやったらこう平均よりは上の点数取れるんですね、結構何やっても。ただその分野でのトップには全然及ばないっていう感じなので、その自分の特性から考えてもやはりあれこれやるのがいいだろうという感じの考え方を、まあ、昔からしてますね。で大学ではそのコンピューター学びに行ったので学びつつなんですけど、やっぱりそのバランスでとか人付き合いでとかですね、そういうことも含めてサークルはコンピューター系じゃなくてボランティアサークルをやってました。それもすごくすごくいい経験になりましたね。まあ、全体で100人以上のなんかかなり大規模な団体なんですね。社会福祉研究会ってやつだったんですけど、はい、まあ、そうかサークル研究会、うん、まあ社会福祉研究会で、まあ、そこで副会長とかも務めましたし、新しいボランティアサークルというか団体というかそういうものを立ち上げるところにも関わったりですとか、はい、そういうこともやりましたし、いろんなグループがあってこう人間関係とかもできてきますしね。その中であるいは施設に行って子どもたちに勉強してたりとか、あとは障害を持たれてる方と一緒にレクリエーションしたりとかそういうことしてたんですけど、まあ、そういうことの中で人とのつながりとか何て言うんですかね、いろんな偏見を持たずにこう触れ合うこととか、あるいは自分たちの活動がどういうふうにこう周りの人にどういう影響を与えるのかとかですね、まあ、そういうこともよく考えましたし、コンピューターの話をした時に結構そういうことのバランスを書く人がそれなりにいらっしゃるの でそういうではない形にはやっぱり、なれるだろうし、まあ、なるべきだなというふうに思ってる。でそこの意識をしてそういう活動もしたしっていうのはありますね。でいろんな経験をすべきだというふうに思ったのでバランスよくですね。なのでかなり、バイトをやりました大学の時も。でそれはすごく良かったですね。筑波大学の学生向けにアルバイトの募集が大量になんかあったんですね。どこだったかな、ちょっともうよく覚えてないですけど、どっかに行ったらなんか紙がいっぱい貼ってあって、なんか結構時給がそれなりにいい感じのいろんな仕事のやつが紙でいっぱい貼ってあるのが当たり前で、その中でこういいのがあったら自分で連絡するみたいな感じだったんじゃないかと思うんですけど、そこでいろいろ見つけて、まあ、将来の自分の役にも立つだろうし、なんか技術も身につけられそうだし、まあお金もちょっと稼げるしみたいなものを選んでバイトをやってました。で例としては例えば東京の方でデジタル写真屋さんみたいなところでアルバイトして、まあ、ウェブ制作をしたりとかそういうこともやりましたし、その時は一緒に筑波大の情報学院の先輩と一緒に行かせてもらって、先輩にいろいろ教えてもらうのを感じて、私はなんかあんまり戦力じゃなくてなんか教えてもらうだけでお金もらったみたいな感じでちょっと申し訳なかったんですけど、まあ、それもすごくいい経験にもなりましたし、あとね写真屋さんなのでフォトショップの扱い方もちょっと学んだりとかそういうこともありましたね。あと見てプロのカメラマンとかのカメラの撮り方とか、
画像のフォトレタッチの仕方とかを見て学ぶ、盗むみたいなこともやらせてもらいました。で、あと NPO の団体のウェブサイトの作成のアルバイトなんかもしたのをよく覚えてますね。まあ、そのデジタル写真屋さんの方でウェブサイトの作り方とかなんかいろいろこう自分が学んだことを活かして、まあ、そちら NPO の団体の方は私が一人でこうウェブサイト担当みたいな感じでやらせてもらったっていうのがありましたね。で、あとは秋葉原の PC ショップで、なんか販売支援っていうんですかね、なんか電気屋さんに、今週末はこの電気屋さんに行ってこうインテルさんの CPU 売ってくださいとかですね、なんかそういうようなやつをやってました。で、フォトクルーとかっていうなんかね、よく覚えてないんですけど、なんかフォトレタッチのソフトがなんかで、それをこういう風にデモして売ってくださいみたいなものがあって、でどっかの店舗で私何回か、その売るバイトをしてたんですけど、こうやってこうやるとこうなるんですよ、ほらすごいでしょう、しかもこれがなんと1万円なんですみたいな、なんかそういうやつをやってたんですけど、全店舗の中で一番日本で一番売り上げを上げた日があったらしくてですね、私が担当したところで、それでなんかこう、なかなか才能ありますねって言われたりもしましたね。はい、でそれはある秋葉原なので、わざわざですね、筑波大学の寮の中に住んでたんですけど、そこから電車もない時代にですね、高速バスで毎週末行っておりまして、めちゃめちゃ遠かったんですけど、ある時大渋滞に巻き込まれてですね、たどり着けなくて、そしたらクビになりました。それはちょっと、残念でしたけど、はい、まあしょうがないかなっていう感じですね。で、あと筑波のベンチャー企業でバイトをしたこともありました。こまごまとしたなんか IT 系の雑用をしてましたね。ネットワークちょっと作ったりとか、なんかちょっとサーバー立てたりとか、まああんまりそこは、何やったか他のやつはあんまりよく覚えてないんですけど、まあまあそういう、あ、こういう世界もあるんだなみたいな、ちっちゃなベンチャー企業でなんかこう、こまごました仕事ってこんなのがあるんだなみたいなことはやりましたね。あと、小さなソフトウェアハウスで、ちょっとアルバイトをして、なんかちょっと動かなくなっちゃったバグが取れない、なんだろうな、Java のプログラムをちょっと直したりとか、なんかそういうこともしましたね。で、あと個人で仕事をしている人となんかこう知り合ってですね、それで Web の CGI でプログラム、 Web のシステム作ってくださいみたいな話をもらって作って、引き渡したりとか、そういうこともしてましたね。なんかな、サイトで予約ができるシステムみたいな、なんか予約システムみたいなものを作ったのを覚えてますね。まああんまり実際には使われなかったみたいなんですけど、まあ一応要望されたものは作りましたって感じですね。まあそんな感じでアルバイトをして、まあその IT 系のところで仕事をするようになろうということは決めて大学入ってるわけですけど、その中で本当に自分がそれをやれるのかとか向いてるのかとか、まあどのレベルでできるのかなとかですね、はい、あるいはその周辺のところ、電気屋さんでソフトが売られてるとかっていう時は、そこどういう人が買いに来るのかなとか、そういうのを見たくてですね、はい、それでアルバイトをいろいろして、それはすごくお金も稼げましたし、社会勉強にもなりましたし、良かったなというふうに思いますね。で、いろんな、まあそういうアルバイトの経験とかもしながら、まあ就職先をどうするかみたいな話になった時には、まあ私はプログラムを書く仕事ではなくて、まあインフラエンジニアにしたんですね。で、しかもマイクロソフト系のインフラの仕事が多い会社みたいな感じのところに行きました。で、かなりこの選択肢は、ニッチなんですね。まずその、ソフトウェアの勉強したんだけど、ソフトウェアの関連のものにつかないっていうのってあんまりなんかこうストレートじゃない感じですし、でインフラエンジニアってやっぱ人口少ないんですよね。うん、でしかもマイクロソフト系のところっていうと、その大学でやっぱりユニックス文化なので、マイクロソフトのまあ Windows みたいなものはあれはまあおもちゃだみたいな、なんていうんですかね、結構下に見る文化みたいなものがあって、で、私ももちろんそういう影響を受けていたので、なので、まあユニックス系の文化に触れられるようなところに行った方が多分自然ではあったんですけどね。ですけど、マイクロソフト
Windows とか、まあ、私が好きだったっていうのもありますし、まあ触れてたっていうのもありますし、このユニックス系の文化の方がはるかにこうハッカーが多い領域だと思うんですよね。本気の人が、あの本物が多いというか、なんて言うんでしょう、あのやろうと思ったら結構突き詰めてできちゃうから、ね、ソースコードを見てうんぬんかんぬんみたいなことっていうのは Windows ではできないわけで、一般人には。であえてそういうそのメインストリームで結構ディープにいけちゃう世界がちょっと外すっていう選択肢を私はしたんですね。でそれはまあこれから伸びるだろうなっていう読みもありましたし、あとはその本気で技術力でこうガチンコでいくような世界っていうのでは自分は通用しないだろうなっていう思いがあって、なのでちょっとマイナーの線、うん、ですね。でもそのソフトウェアのことはちゃんとこう勉強してまあ書けますよ、でインフラのこともまあできますよ、でしかもこうちょっとマイクロソフト系のところみたいなこう領域を選んだ時にはですね、結構その競技人口が少ないから、まあ、自分でも結構太刀打ちできるんじゃないかなというふうに思ったっていうのはありますね。で会社もあえて小さいところを選んで、やっぱり大きな大企業に行ったら、まあもちろんねいっぱい人がいて優秀な方もいっぱいいらっしゃるんでしょうし、あれなんでしょうけど、まあでも小さいところでお客さんも小さいところでもうその全体を見れる、わかるみたいなことを私はすべきだと思ったんですね。でその方がいろんな要素が出てくるじゃないですか。あれもあってこれもあってそれもあってとか、そもそもこうコンピューターとか企業で使うようなシステムとかっていうのもこう全体でどういう要素があってどういうふうにつながっててみたいなことを分かれば、ソフトウェアも書けるしインフラも分かるし、でそのインフラもその全体的に分かるしみたいなことになると、それはすごくこう強みになると思ったんですよね。でそれは多分大きい会社に行って大きなチームの中の一メンバーとしてこう部分的なところに関わるみたいなことよりも、やっぱ小さいところで全体を見るっていうことがやりやすい環境に自分の身を置きたくて、まあ、小さな会社を選びましたと。でその選択肢はすごく良かったなというふうに今になっても思いますね。やっぱ一部分しか分かってない人、触ってない人っていると思うんですけど、私は幸いなことにあれこれ触れたので、それはすごく良かったなと思いますね。まあ今だとそういう環境ってもうほとんどないのかもしれないですけどね。うん。であとはやっぱりいろんなことをやりたかったので、まあなるべく忙しそうな面白そうなプロジェクトに入れてほしがって、入れてもらってましたし、あとプロジェクトがあるとき延期になったときがあったんですね。ちょっと大きなお客さんのところでこういろいろ動いてたんですけど、かなり長い期間のプロジェクトだったんですけど、でもそれがちょっとあんまり細かく言うとバレちゃうからあれだなまあちょっと長期間ちょっと延期みたいな時があったんですね。で何ヶ月間かこう結構本当にすることなくなったみたいな時期があって、でそれで延期だったからじゃない、要はまあ暇になった時期があったんですよ。それは悪い話じゃなく、仕事がなかったからじゃなくて、そのいろいろお客さんの都合で、仕事がない時期があって、でその時に朝行っても特に仕事がないからこうみんなダラダラしてできちゃうんですね。で今だったら多分それってなんかこうありがたいと思って自分で勉強したりとか、まあある意味では遊んだりとかもう多分できるし、それでもいいかなと思うんですけど、まあ、それは私は若い頃はその状況になってもう耐えられなくてですね、もう今自分はこういろんな経験をして成長したいのに、こんな朝から晩まで暇な状況がもう1ヶ月も2ヶ月も続くとかっていうのはもう耐えられませんと、もう会社に戻してくださいみたいなことわがまま言ってですね、配属を変更してもらったりとか、はい、したことありますね。まあ、結構恵比寿はわがままだななんていう悪評が立ったらしいですが、はい、まあでもその選択は私としてはやっぱり良かったなというふうに思ってますね。でそんなこんなで、まあ小さい頃からコンピューター触れてて、大学でもコンピューター学んでソフトもかけてっていうところで、まあコンピューターが何者なのか分かっててっていうことの中で、ソフトを書く人の気持ちが分かりながらこうインフラの方を携わって、で全体像を理解してとかですね、でできてかなりカバー範囲広かったんですよね私。なので結構活躍若い時からできたなという感じはあって、で
うん、結構できましたと。でできるとやっぱりもうちょっと難しいことやらせてもらえるじゃないですか。なので結構難しいこともアサインしてもらってということで、結構そこはいいサイクルが回ったような気がしてます。でそれは小さい会社だったからっていうところもあるでしょうし、はい、もうね結構仕事は山ほどあってどれだけできるかみたいな感じだったので、うん、もう本当に新しいことをやる、で今までやったことないことをやれって言われて、それ勉強してやって、でまた次のことやって、うん、どん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 勉強してやって勉強してやって勉強してやってっていうのことをどん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 繰り返せるような環境だったので、いろいろとできることが増えていきましたね。でもちろんできないこと、まあ、今はできないことっていうことをやらなきゃいけない状況が来るの でそこはしっかり勉強してということですね。で私は運よく初めの若い頃といいますかね、入社1年目2年目3年目とか4年目とかですね、そのぐらいの時に周りにすごく詳しくて教えてくれる人がいたんですね。でそれすごく運が良くて、まあここで Y さんとして聞きましょうかねY さんに、はい、いろいろと分かんないことがあったら、まあ自分でももちろん勉強するんですけど、で自分も勉強しつつも、でも Y さんはどう思うかなとか、いろいろと教えてもらって、あるいは Y さんがやってる作業とか、デスクトップどういうふうに配置してるかとか、どんなツールを使ってこうカスタマイズしてるかとかですね、そういうのも結構見させてもらって、で私とちょっと系統が違って、ユニクス系が Y さんは得意だったので、なのでいろいろと本当に教えてもらったっていう感じですね。でしかも Y さんが結構人に教えるのが好きな人だったんですね。なので教えてもらって、でまあ私もなんかこういろいろと、うん、慕ってというかね、いろいろと教えてもらって、うん、かなりそれで何ですかね、成長のスピードは上がったし、ありがたかったなっていうふうに思いますね。でもちろんでも教えてくれる人がずっと一緒にいられるっていうわけでもないので、やっぱり自分で勉強するっていうことを続けたっていうのはもちろんありますね。で結局勉強する人って少ないんですよね。なのでなんかこう自分が分かんないこととかなんかあったら、こうもうすぐなんか他の人に聞く、投げるっていうか、それしたらおしまいみたいな、そこまでは私の仕事ですみたいなやり方でやってる人がいっぱいいると私は思ってて、まあ、それこそなんかね、質問がお客さんから来たら、それをそのままこうメーカーのサポートに投げて、自分はなんかこうルーターですみたいな人いるじゃないですか。で、勉強も特にしませんという感じで、なんかお前がそこにいる意味はあるのかみたいな感じの仕事の仕方されてる方も正直いらっしゃるなと思うんですが、私はやっぱりちゃんと自分で勉強するっていうことを、やりたいと思いますし、ちゃんと理解したいですよね。で理解できないともう悔しいし、なんかこう気持ち悪くなっちゃうんですよね。なのでまあ普通に考えると手が出せない領域ってもちろんあるし、そこはすごく歯がゆい時期もいっぱいあったんですけど、でもそれでもその例えばサポートの人になんか OS のバグみたいなものだったから、製品のバグみたいなものでそれを作ったところ、まあ、特にマイクロソフトさんとかは私の場合多いですけど、そこにもうサポートの方にお願いしますって言うしかないような時だったとしても、例えばまあね、クラッシュしてダンプが出てるんだったらダンプ解析をちょっと自分でもちょっとしてみるとか、何かネットワーク的におかしいんじゃないかみたいな話があったら、その何が起きてるのかっていうのをパケットをキャプチャーして見てみるとか、なんていうんですかね、そういうその分かんないなりに手が出ないところはあるんですけど、でもそれなりにその周辺からこう見れるところってあるし、そういうことの手法とか何か、何て言うんですかね、できるところまでやるみたいな、っていうことはやっぱりやってきてますね。で誰もダンプの解析の仕方とかパケットのキャプチャー、パケットの中身の見方とか誰も教えてくれなかったんですけど、で本とかもあんまりね、ダンプ解析とか本当に本とかもあんまりいいのがなくて、で情報調べても結構難しくて分かんなかったりするんですけど、まあなんか気合で気合ですよね。そのもうログとかなんかこう見てもね、よくわかんないんですけど、よくわかんないですけど、でも気持ち悪くて自分がそれを知りたいから、とりあえず、とりあえず見ると、わかんなくても見る、わかんなくても見るっていうのを、まあ例えば1週間ぐらい続けると、まあなんとなくわかんないなりにわかるみたいな
何なんでしょうね、あれよく分かんないんですけど、特にパケットとか見てるとよく分かんなくても、うまくいった時とうまくいかなかった時のパケットをこうもう全部比べてですね、あのもう見まくれば、なんか何も分かんなくても、初め何も分かんなくても、なんか見ていく中で勉強しながら、こう推測しながら、ああこういう順番でこうなってるのかなとかですね、なんか分かってくるんですよね。それをこう諦めずに、もう何時間でも何日でも時間を取って、やっぱりこう気合い入れてやると、うん、取り組むと、分かるまでやめないみたいな感じでやると結構 できましたね。私はね、人に教わらなくてもなんか気合でできるようになりました。やっぱりこう誰かが何かをこう自分ができないことでも、誰か、まあ、サポートの人から、例えばお客さんになんか回答が出ましたとかっていう時でも、でその内容をちゃんと見て、ちゃんと自分で理解して、で自分がそれを理解しなくても、まあ、物事は終わるんですけど、でもその自分が関わった時にちゃんと中身が分かるまで勉強する、自分が納得するまでやるみたいなこと、うん、それは徹底的にやってきたなっていうのがあって、それはやっぱり重要なことなんじゃないかなというふうに思いますね。でやっぱり関わるものが全部人が作って動いているものなので、で自然界にあるもので、なんかこう人間には分からないものがみたいな世界もいっぱいあるんですけど、まあ、コンピューターの世界ってそうじゃないじゃないですか。で作った人がいるし、全部理屈で成り立ってるし、うん、だから全部なんですかね、あの理屈があるというかロジックがあるんですよね、うん、で私、まあ、理屈っぽい人間だからっていうのもあると思うんですけどあのそれで嫌がられることもありますが、やっぱりそのちゃんと理屈を理解して、それをベースにいろんなことをやっていくっていうことがすごくやりやすい領域なので、特にやっぱり人間が作るわけですから、その作った人はどういう意図を持って、まあ、こういうボタンの配置にしてるのかなとか、画面の配置にしてるのかなとか、こういう動きをしてるのはこういうふうにプログラムが書かれてるからだよねとかですね、あの作り手の気持ちをちゃんとコンピューターの世界の話の中でもちゃんと考える、どうしてこういう、まあ、RFC だったら RFC がどういうふうになってるのかとか、なんでそうなのかみたいなこと、でそこにやっぱり理由があったりとか理屈があって、動くロジックがあって、それでちゃんと緻密に動いてるわけなので、それをちゃんと意識してちゃんと理解するっていうことですね。なんかよくわかんないけど、このボタンを押したらなんかこう動くから、なんかよくわかんないけどそれいいんですみたいな感じで、なんかもう理解することなんかそもそもしませんみたいな風に割り切って生きてらっしゃる方、エンジニアの方でもいらっしゃいますけど、私はちょっと全く理解できなくてですね、ちゃんと、うん、ロジックを理解するということが必要ですよねというふうに思いますね。でそういうふうにしてると勉強することは山ほどあるので、勉強をするということですね。まあある意味ではやっぱりこれがもう最強なのかなと思いますね。まあ IT 業界でやっていく新しいものどんどん出てきますし、まあ勉強をすると、まあ、当たり前の話なんですけどね。でもその当たり前に勉強するっていうことをやってる人ってすごく少なくて、まあ仕事の中でやんなきゃいけないことだけやります。でまあ理解できなくても勉強しなくても、まあなんかうまくいく方法が見つかったらそれでもうおしまいで、それはそれでいいんですっていうスタンスの人と、ちゃんと触れたことをちゃんとその根本の仕組みからちゃんと理解するように、まあ分かんなくてもでもちょっとは勉強しよう、じゃあ理解しようで、分かんないこと今日出てきたからちゃんと勉強しようみたいな風な人がいた時に、こう圧倒的に差がつくじゃないですか。まあ当たり前なんですけどね、うん、で勉強する人は少ないので、1日1時間でも勉強して、でそれをこう1年365日ね、それを何年も続けてっていうことにやっぱなるわけですから、それはもうものすごく差が開くんですよね。で逆に言うと、ちゃんと頭で考えてちゃんと勉強をすると、分かんないことが出てきたら調べる、勉強する、まあちょっと余裕があったらなんかこう本とか読んでもいいでしょうしね、あるいは何かこういうハンズオンでこういうのやって動かして理解してみましょうみたいなものがあったら、ちゃんと手を動かしてみるとか、プログラム書いてみるとか、環境を作ってみるとか、うん、まあそれをやれば、やり続ければはるかにこう他の人よりも
多くのことを理解して、で多くのことを理解してるからいろんなことが分かってつながってこうまた新しいことが理解していけるみたいな、いいループにどんどん入っていけるので、なのでもう触れることの中で分かんないことがあったらちゃんと勉強するということを継続はまあしてきたなというのはありますね。それおすすめですね本当に、うん。で勉強するといえばやっぱり英語っていうのも外せないですよね。情報が英語だからみたいな話もありますし、まあ、仕事の中でも英語を使えなきゃいけないっていうこともある、そういう場面もたくさんあるので、まあ、できない人にはない人も多いと思うんですけど、できる人はできると世界が広がって、その中で英語でのコミュニケーションとかもやっぱり普通にできるからするし、するから増えるしっていう感じになっていくので、なので私もまあそうしたくてですね、うん、なので英語はかなり頑張って勉強しましたね。大人になってからの方がはるかに勉強しましたね。学生の時よりも。受験の時とかもちろんね、あの英語を受験のために勉強したっていう方もいっぱいいらっしゃると思うし、その時いっぱい勉強したんだけどなって感じだと思うんですけど、まあ、私はもちろん学校の時から勉強はしたし、まあ英語はそんな得意、ん?苦手じゃなかったんですけどね。でも学校の時の勉強、学生の時の勉強、うん、受験の時の勉強よりもはるかに大人になってからの方がはるかに頑張っていっぱい時間使って、やりましたね勉強。まあそんぐらい学生の時やった時はもっとねできたんだけどなっていう感じはありますけど、はい、まあちょっと勉強してちゃんとこうなんですかね、できるようになるっていうことのなんか意味というか、うん、それがいいことでそれが効いてくるみたいなことは、感覚が私ちょっとやっぱり学生の時分かってなかったんだろうなっていう感じはありますね。なんかまあ今後やっときゃいいかなみたいな、テストで点取るときゃいいかなぐらいの感じだったんで、まあそれは良くなかったなと思いますね。で大人になってからの方がちゃんと使う場所がありますからね、会議で英語で会議があるからみたいなことでもいいですし、なんでしょう、英語でプレゼンしなきゃいけないからでもいいですし、あるいは私なんかだったらマイクロソフト MVP になってセッション、オンラインのセッションとか出たら全部英語だからみたいな話もありますし、もうなんかこう勉強するために勉強してもしょうがないので、まあ使うから勉強するし、まあ必要だから勉強するし、まあ情報取ろうと思ったら英語のソースのものの方がはるかにあるしみたいなことの中で、うん、それでやっぱり英語にかけた時間っていうのはすごく膨大なものになってますし、でもそれはすごくいい時間の投資だったなというふうには思いますね。でもっとやんなきゃいけないんですけど、はい、これからもやりましょうという感じですね。でちょっとマイクロソフト MVP の話も出てきましたけど、そのどういう環境にいたらどういうものに触れられて、その時には何が必要なのかで全部つながってくるので、まあ初めに小さい会社になるべく入って全体が分かるようなプロジェクトというか、小さいお客さんで全体が分かるようなものに触れようみたいな風に思ったところもそうですけど、まあ自分がなりたい姿みたいな、伸ばしたい力とかがあった時にはそれに触れられる環境に身を置かなきゃいけなくて、まあ置くのが早くて、ね、英語を覚えたかったらやっぱ海外に行けとかっていう話もありますし、まあ、私は言ってないんですけど、まあでもそのなるべくこう自分の中で、うん、このなりたい自分に近づける環境っていうのはどういうものかを考えて、でそこに対して飛び込んでいくと、うん、まあ、勇気いりますけどね、うん、勇気いりますけど、勇気いりますけど、でもそれをやっぱり、うん、してきた、うん、し、まあそれが良かったなというふうに思いますね。であとやっぱりこれで勉強勉強って話なんですけど、で勉強したことは、まあ、勉強しただけじゃやっぱりダメで、それを仕事に使うみたいな話もあるんですけど、やっぱりでも効率がいいのはやっぱりでも人に教えることはやっぱりとっても効率がいいですね。アウトプットする、まあこれよく言われてることなんで、もうそんなの知ってるよっていう感じだと思うんですが、でもできてる人は少ないですから、ちゃんと学ぶで、それをアウトプットする、できれば人に教える、あるいは先に教えるっていうことにして、それから勉強するみたいな順番、逆でもいいんですよね。もういついつにこうこれについてこう情報発信しますみたいなことを決めてしまう、あるいはそれ勉強会でなんか登壇しますでもいいでしょうし、なんかイベントで喋りますでもいいでしょうし、まあそれちょっとね、見方を変えればプロジェクトでこういうものに参加しますで自分の担当これですっていう状況もあるでしょうし、まあなんかやるって決めたらやらなきゃいけないからやるじゃないですか、うん、
でそういうことができる環境においても自分で手を挙げちゃって、それでやることにして、でそれから勉強して、でできるところまでやると、うん、でそれを繰り返していけばどん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 成長していきますからね、うん、それはうまくそういうなかなかできないんだよなっていう方は、そういう場面を、そういう機会を、うん、うまく使う、うまく作る、うん、それが大事だと思いますね。なのでアウトプットするっていうことがまあ大事ですと。でさらにそのアウトプットに対して、それが自分の宣伝にもなるような感じにできたらより良いですよねと。なので外部露出できる仕事を私は意識的に、ある時期からかなり意識的に増やすようにしてます。でその作戦がうまくいってるのかどうかっていうと、まあうまくいってないこともないみたいな感じなんですけど、結構普通に仕事をしていて、例えばインタビューを受けてそれが記事になるような仕事とかもまああるじゃないですか、まあ、あるんですけど、その時に誰がやるかみたいな時にはもうはいはいって手を挙げるとか、例えばなんかイベントがあって誰かがそこでこう一枠喋んなきゃいけないみたいなことがあった時にやらせてくださいって言うとか、うん、そういうのはやっぱり積極的にやるようにしてますね。だってもちろん個人でも、まあ、昔は日記とかも書いてましたし、まあ、ブログとかも書きますし、今だったら、まあ、今やってますけど、まあ、YouTube で発信するとか、あとは雑誌とかに寄稿するとか、あと本を書いたとかっていうのもそうですけど、そのアウトプットするようなことを日常的にも個人でもやるし、仕事でもやるしって言って、こう活動するとどん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 自分の作ったものが世に出てくし、自分の名前も載ってるし、もうインターネットで蛭子さん正彦って検索すると山ほどコンテンツはヒットするんですけど、やっぱそういう状況をいった時に作ってるし、それがこう一石何鳥にもなってるみたいな。でアウトプットするためには勉強もするしとか、なんかそうやってアウトプットしてるからあの人はできるのかなと思って新しい仕事がちょっとやってくるとか、なんかこうどん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 いいループに入っていけるので、とってもおすすめの方法ですね。で今うまくやれてるというか、うまく作戦しめしめって持ってるのは、コミュニティ活動みたいなものも仕事と重ねちゃうっていうのをやっていて、まあ、コミュニティ活動って結局ね、あの仕事終わった後の時間、自分の個人の時間の中でこうやるものじゃないですか、まあ、仕事とは結構別みたいな感じの方がほぼだと思うんですけど、でも自分の好きなこととかで、しかも勉強になってアウトプットする機会もあってみたいなものをさらに仕事にもしてしまったら、それでさらにお金ももらえちゃうわけですからね、あのもう一石何鳥なんだみたいな感じになるじゃないですか。で自分の活動の実績にもなるしみたいな、宣伝にもなるし。で今コミュニティ活動なんかも会社の仕事でやらせてもらってるんですよね。だからそれってすごくあの私にとってはとってもいいことで、まあね、あのそれをやろうと思ったらそういう場を自分で作らないといけないので、まあなきゃ作りゃいいって話だから作るんですけど、まあ、なかなかうまくなんですかね、そういう場を作れて、あの継続的に続けられて、で会社からも支援を受けられるっていうのはかなり稀だとは思うんですけど、でも狙うんだったらやっぱりそういう状況を狙うのがいろいろといいんじゃないかなというふうに思いますね。だから仕事をしている中で自分の名前があちこちに残る、インターネット上に出ていくような状況をうまく作る、うん、そういうふうに立ち回る、それがまあ結構コツかなという感じがしますね。でもちろん全てのことが一過性ではダメで、まあ、続ける継続するっていうことですよね。これが一番難しいんですけどね、誰でも三日坊主にはなれると、うん、だけどそれを1年2年10年20年って続けられる人はもうほぼいない、まあ、そもそも始め出す人はいないですからね。始め出すだけでもう上位 1% ぐらいに入ってて、それで1年続けられます、10年続けられますって言ったらもう 0.0001% ぐらいの中に入っちゃうというか、ほとんど他の人が残ってないみたいな感じになっちゃうわけですから、なんかどんなことでも、まあ、この YouTube もそうですけど、まあ、続けりゃいいんですよね、まあ、チャンネル登録者数今2000人でってやったって言ってますけど、でも今、まあ、1年弱ぐらいで1000人ぐらい増えててっていうことの中で、まあ続けていけば普通に、あの同じペース、まあ、ペースはちょっと上がったり下がったりすると思いますけど、まあ増えていくでしょうから、うん、だからまあやめなきゃ負けないみたいな感じですよね。
で私なんかだと小学校ぐらいからコンピューターのこと触ってるので、まあ触り出してから何十年経ってるかもう自分でもよく分かんないみたいな感じになってますから、普通になんかこうなんでしょうね、普通にこう大学出て就職の時にこうなんかポッとコンピューターの仕事について、普段は勉強も特にしませんみたいな人と比較したら、もう全然こう全然違う状況にはなるのが、まあ、当たり前だと私は思っていて、でもそれってその自分の人生の時間何に使うかって話ですから、そのどれがいい悪いじゃなくて、でもその時間を投資して勉強し続けて継続して、それでうまい状況を作ってどんどん勉強も回るようにしてとか、アウトプットの時間も作ってってやり続けた時には、まあ知識量も増えるし経験も増えるし、いろんなことができるようになるし、であの人できるからちょっと頼られるしみたいな話にまあなるのはまあ当たり前なので、まあそれがいいなと思ったらやればいいだけっていう話ですね。でやっても自分はできないんじゃないかとか思う人がなんかね、あの謎のネガティブさを持っている方っていらっしゃるんですけど、あのでもやったらできるようになっちゃいますからね。できないままでいることって難しいと思うんですよね、やってる限りは。でどんなことでもちょっと繰り返せばちょっとずつでも上手くなっていっちゃうし、できるようになっていっちゃうので、やってもできないっていう状態のままでいることの方が私難しいと思いますけどね。まあまずは やると。でやったらそのやる前の自分よりはできるようになってるわけ で、さらにもう一回やったらやる前の自分よりやっぱ上手くなってるわけで、まあ、それを続けていけばいい。そしたら絶対に良くなっていっちゃうと思いますけどね、まあ、でもそもそもまあ続けるっていうことはやっぱり難しいので、続けられるためには好きなことをですよね、好きなことをやりたいこと、それをやっぱり早く見つけて、でそれをやると、まあ、好きだからやる、やるから上手くなる、上手くなるから楽しくなる、楽しくなるからまた続けられるみたいな、どん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 いいループが回っていくわけで、まあ、それは幸せなことだと思いますね。でもちろんね、それがその、人を殺すのが私大好きなんですみたいな感じだとこう社会と適合しないからやっぱりダメなんですよね。それが犯罪行為とかとつながっちゃうとダメでしょうし、その他の人を不幸にするようなことが好きなんですっていうとやっぱり難しいんですよね。だから社会と折り合いがつけられる自分が好きなことで、かつそれがまあ稼げることですよね、稼げることと好きなことやりたいことが重なれば、必ずとこ見つけられれば、そしたらあとはやるだけかなっていう感じですね。で私はとてもそのコンピューター関連のことを好きで昔からやってて、でそれ仕事にもしてて、で仕事の中でも好きだからこう勉強するしみたいなことが自然にできてるので、まあ、すごく幸運だったなというだけなんですけどね。だけなんですけど、じゃあもしもコンピューターがなかった時代だったら何か違うものを見つけてそれでやってたんじゃないかなという気はしてて、まあどんな人でもどんな状況でも何か、そういうものを見つけられるといいんじゃないかなとは思いますね。で今まあね、このチャンネル見てる人だからコンピューター系の人が多いと思うんですが、まあでも今話してきた話はやっぱり全部コンピューターの分野の話だけではなくて、まあどんなことでも一緒ですよねというふうに思っていて、で今はもうどのジャンルでどんなことでも、まあ、インターネットもあるし、自分で個人でメディアを持てる時代ですし、簡単にこう全世界に情報を発信してこうやっていける時ですから、しかもそれを周りの人たちがサポートするような仕組みも、まあ、できつつあると言いますかね、そういう世の中にもなってきてると思うので、自分のやっぱりやりたいことみたいなものがあって、で続けられるんだけどちょっと稼ぐのが難しいよなって昔だったらなって諦めるようなことあったと思うし、今でもまあそういう風に思う人いると思うんですよね。やりたいことはあってそれ続けられるし、そのやればね、あのどん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 いいサイクル回してそれでやっていきたいんだけど、でもそれは稼げないんだよなみたいな、
うん、人いると思うんですけど、でもそこは多分アイデアをちょっとひねれば稼げる可能性っていうのは今ならあるんじゃないかと私は思うんですよね。だからそこはあの稼げるっていう要素がちょっと欠けてることで自分が悩んでるみたいな、うん、人がいたらそこはちょっとアイデアをひねってみるといいんじゃないかなというふうに思いますけどね。まあいろいろ先駆者がいると思いますので、どんな分野でも、うん、なのでそういうことを真似していくのがいいんじゃないかなというふうには思いますね。で、私の場合はまあコンピューターということで昔からやってきて、まあこれからもやっていく感じで、まあおじいちゃんになっても多分やってるはずだと思いますので、でまあ他の趣味とかもいろいろ重ね合わせながらいければより幸せになれるかなと思って、はい、やってますので、まあまあ YouTube も続けていくでしょうし、まあメディアはねもしかしたら変わっていくかもしれないですけど、まあでも新しく出てきたものをまた体験して、そこで、まあ、情報アウトプットやっぱりするのが効率いいので、まあ、そのために勉強もするしっていうことをこう繰り返しながらですねやっていけば、うん、大丈夫かなというふうに思っております。であと一個だけ言っとくと、そのさっきの稼ぐみたいなことなんですけど、その、まあ、ちょっと要領をよくやればいろいろとうまくいくことってあると思うんですよね。でさっきも私も昔本とか書きましたけど、本の印税とかもまあ少しはあるんですよね。でもでうちの会社とかでもあの厳密に言うと副業禁止なんですよね。じゃあ本書いて出すのは副業じゃないのかみたいな感じになるじゃないですか。あるいは YouTube とかで今私収益化しているのでこれは副業じゃないのかみたいなふうに言われると、うん、ガチンコで言われると、うん、そうかもしれませんねみたいな話になっちゃうじゃないですか。で実際そうだと思うんですけど、まあでもあの私はやりますと、うん、でまあ本出す時もね会社にも指示してもらったし会社にも買ってもらったしとかで全然 OK って感じなので大丈夫なんですけど、でもなんていうんですかね、ちょっと今言ったようなグレーなんだけど会社が OK とかって例じゃなくて、ちょっと会社的にはほぼ黒っていうかダメですっていうことでも、その法に触れてことはダメですけど、あの私はねやった方がいいと思うんですよね。ちょっと無責任な言い方になっちゃうから、あの真に受けてエビスのせいだって言ってあの裁判で起こさないでほしいんですけど、会社がダメとか何ですか、なんとかがダメっていうからだからやらなかった、やらない理由はダメって言われるからですみたいな状況って私健全じゃないと思うんですよね。でもちろんその決められてるそのねこのぐらいの時間を拘束されてこうやるんですよとかって契約があって、そこの枠をそれを壊してしまうような他のことをやりだしたらそれはもちろんダメなんですけど、でもそうじゃなくて自分のその自由な時間というかそこを使って、何か自分がすると情報を出すと、で場合によってはそれがちょっと収益を生むようなこともあり得ると、あるいはある収益ができたとかですね、その時にそれができるやればできるんだけどルールでダメって言われてるから、やらないって、まあ、クソ真面目に考えちゃうのはそれは私はもったいないと思ってて、そこはやるべきですよねと。それリスクもあるでしょうし、場合によっては会社から、まあ、会社の例として挙げやすいからなんですけど、会社なくてもいいんですけど、そこの何かこうダメだぞって言われるかもしれないみたいなこともあると思うんですけど、でもそのこれからの時代やっぱりこう自分でちゃんと自分が稼ぐ手段をいくつもちゃんと用意しといて、それでこうやっていける、万が一この本業のやつが万が一なんか大変なことになっちゃったとしても他にもちゃんと柱がありますよっていう状況を持っておかないとまずいと思ってるので、なのでうまくそこはまあねダメだって言われてるんだったら言わないでやったらいいじゃないですかっていう気が私はしますけどねまあちょっと無責任すぎるかなこの発言は、うん、でも副業禁止とかっていうのもそのまあね政府とかでも今だと副業やりましょうみたいな話もありますし、まあ副業だけの話じゃないんですけど、何かこうね YouTube をやるとかでも何でもいいんですけど、何かその自分の好きなことでこう
続けられて他の人よりちょっとうまくできて、そしてちょっと稼げる可能性もあるみたいな領域があった時に、そこにトライするのはぜひやってほしいな、みんなにやってほしいなっていうふうに思いますね。まあトライしてもそんなうまくいかないですから、なのであんまり心配する必要なくて、めちゃめちゃうまくいっちゃってむしろ本業を圧迫しかねないぐらいになったら、それって大成功ですから、まあそうなってから考えたらいいんじゃないかなというふうに思いますね。でやったらやっぱり失敗するんで、うん、でいっぱいやると、いっぱいやるで自分の興味のあることでこういろんなトライしてみて、ちょっと稼げる仕組みを作ろうとしてみてとか、いろいろやってみて100個やって、まあ1個ぐらい当たればいいかなぐらいの感じだと思うので、まあだからそんなね変な心配しないで、まずはやってみることから始めるべきだし、やってみてやっぱり分かることもあるから、やってみてそれでうまくいくかどうか、自分が好きなのかどうか、やってみて確かめてみるみたいな、稼げるかどうかも試してみるみたいな、うん、いうような、うん、やり方がいいんじゃないかなと思いますね。それって今だともう別に学生でもできますから、社会人になってからとかそんな悠長なこと言ってないで、やっぱりもう今すぐやれることはもうやると、でそれはまだ経験が少ないからあまりうまくできないとかあると思うんですけど、でもうやると、でやって経験を得る、うん、それで続けられるものを探す、でどん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 やれば上手くなっていくし、でそういうのをこう小さい時からこう試行錯誤を積み重ねてきた人と、こういうルールだから学校でバイト禁止だからバイトしませんでしたとか、なんですかね、そういうことばっかりでなんかこうやってきて、うん、っていう人ではやっぱり全然こう経験もなんですかね、人間的魅力もなんかね、稼げる能力も変わってくると思うんですよね。だからぜひ、うん、トライを今すぐしてほしいなと、まあ、自分もしたいなと思いますし、うん、周りの人にもしてほしいなと、まあ、特に私の子供とかもね、ぜひしてほしいなと思いますということで、もうすでに起きすぎだと思うでしょうが、この1000回記念とか2000回記念の動画は主に子供に向けて喋っておりますので、まあ、他の方にもね参考になれば嬉しいんですけど、まあ、自分の子供たちがこうなってほしいなって思うことを直接子供にぶつけると、そろそろなんか反発がというかいろんな良くない反応になったりもする時期にもなってきたので、まあでもね思ってることをこうちょっと自分としても言葉に発しておくっていうこと、記録しておくで、もしかしたら目に触れるか触れないかは分かんないですけど、うん、まあそういう風にしたいなと思うようになってきましたね。多分まあこういうの年を取ってきたっていうんでしょうね、多分ねなんか説教臭いおじさんみたいな感じに、うん、まさに説教臭いおじさんなんですけど私が、うん、まあそんな感じになってきたなという感じですね。で本当にうん、まあ、変なねルールとかこだわらず、うん、もう好きなことをやってチャレンジして、うん、いくような、まあそんな感じでみんながこう元気になっていくといいんじゃないかなと思うということで、なんかいい話風にして今回の動画は終わりにしたいと思います。何の話だったか分かんなくなった感じもありますが、まあちょっとは参考になるところがあると嬉しいなというふうに思います。まあ良ければコメントをいただけると嬉しいなと思いますが、まあくれなくて大丈夫です。はい、通報だけはしないでいただけるとありがたいなというふうに思うということですね。はい、あるいはこの動画を見たせいでうんぬんかんぬんってこう責任取るみたいな話は勘弁していただけるとありがたいなと、まあ、自分の人生ですから自分で責任を取るということですね。はい、ということで免責事項みたいなものも最後に入れまして、この動画をおしまいにしたいと思います。まあチャンネル登録者数2000人ということで、まあ、前回のやつ1000人の時は次5000人かなって言ってたんですけど、5000だとちょっと遠すぎるので、またそうですね、次は3000人ぐらいの時にまたこういう話ができるようになるといいなと、まあ半年1年以内にはそういう風になるといいなというふうに思っておりますが、まあ時間かかってもですね、また私も継続していきますので、よければお付き合いいただけると嬉しいです。というわけで長くなりました。はい、ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。